小説好きですか自分でも書いたことがありますか書いてみたいと思ってありますか若月光です今日はですね写経についてお話しします写経ってねなんかお寺さんに行ってお経を写して正座して筆ペンでっていうやつじゃないよえっとねあのー、小説のプロ作家さんの書いた小説を写すことやね それをするとね、文章が上手になります。なんで文章上手になるのかっていうとね、これすごい単純な話やねんけれども、言葉って映るんですよ。大阪弁の人と話してると大阪弁映るやないですか。私なんかね、東京門と喋、ね、ってたらね、ヒカルさんと喋ってると言葉映るわ、ほんま。 しばらくそやしとか言ってっしとか言ってなんかね東京人ね京都弁の話出すんですよほんまにほんま言葉って写るので文章ししましょう特に初心者の方そういう方はですねいっぺんねプロ作家さんの小説一冊まるね書いて写してみたらねすっごい上手になります いや1冊写すなんてそんな面倒くさくてカナンはわって言われる人いると思うねんけれどもそうやったらね最初は1行2行でいいわあの本当セリフだけとかね 血の分キノキたちの分あるなーとかっていうやつをねあの2行ほど書き写すだけでもいいですよそれこれやったらちょっと試しにやってみようかなって思えるんちゃうかなでねやってみたらわかるんやけれどもこれするとねななんか無意識レベルで文章が上手になりますこれはやってみひんかったらわからへんねんなめんどいな思わはるかもしれへんけどほんまに効果あんのよ。 あの私もそうやったんですよ。なんでこんなめんどくさいことせんなあかんの思ってたんですね。実はこれ教えてもらったのはデビュー前で小説の教室に通ってる時にね教えてもらったんですよ。小説教室の先生が教えてくれはったんです。カルチャーセンターでね先生が純文学の先生やったんですよ。でその方がですねそう言って言ってはってそんなめんどくさいことなんでせんなあかんのやろうとか思ってたんですよ。私。でもねあのえっ、ー、とプロサッカーになって。 ポルノ小説を本格的に書くようになってやっぱりポルノ小説ならない言ったらやっぱりサービスシーンやないですかでサービスシーンもっと上手になりたいな思ってねいろんな作家さんのサービスシーンだけをね書き写すっていうトレーニングをしたんですよこれはねほんまに効果があって文章写るんですよほんまにサービスシーン書くのがね なんていうか楽になったっていうか考え込んでも良くなったっていうか指先から文字が出るようになりました実際に書き写してみると先輩の作家さんたちがどう書いてあるのかみたいなんがちゃんと体の中に入るっていうかインストールされるっていうか本当にね書きやすくなりましたよ。 でね私今までそれ読むだけやったんですよ読んでもわかるやんみたいな感じででそれからセリフの書き写しとかねおしゃれたセリフの書き写しとかおしゃれた描写の書き写しとかはしてたんですけれども丸々写すっていうことはなかったんですよところがサービスシーる丸々写してみたら本当にねあのー、もうそのまま何にも考えずに文章を写すことができるようになるんですよ書き写した時にねただ単に右から左に写してるように見えて実は結構自分でもね あ、なるほどこういう風になってるからこういう風にこうなるんやなみたいなことを考えながら映してたみたいですね私何も考えずに映してるだけやったみたいな気はしてたんですけれどもそれでねなんかねああこういう理由でこういう書き方してはねんなみたいなのがね理屈がね分かりますほんまねこれ読んでるだけやとねなんか気づかへんねんよせやからほんま効果あるんですよ社協ほんま1行2行でいいからやってみてください それでもだるい良い人はねゲーム感覚でね読んでた本を1行だけ写そう今日は明日は2行だけ写そうアナー3行だけ写そうみたいな感じでちょっとやってみはったらいいんちゃうかなやってみはったらわかるんやんけれどもこれ効率いいです若槻の一押オシのトレーニングですただね写経する時に注意してほしいことがあるんです写経はね文章が写るって言ったやないですかせやからね写ったらあかん文章っていうのもあるんですよ それ今から説明します文章が特徴的すぎるっていうのかな文章は上手いけれども文章が個性的すぎる作家さんっていうのもいらっしゃいますそういう方の作品は写経に向きません例えば浅井亮先生この方ね比喩表現がすっごいんですよちょっとね文章を見上げましょうかチアナウから行きたいんですけれども6月の終わりの夜は巨大な親鳥に温められている卵の中のようにしっとりしている。 これなんかねあの、6月の終わりでちょっと蒸し暑いっていう風な表現やねんけれども巨大な親鳥に温められてる卵の中のようにしっとりしているってこれは浅い量しか書かへん文章ですね。こういう表現は浅いいい浅がすすごい多いんですよ。なのでですね、こういうのを真似してしまうとちょっと浅い量フォロワーになっちゃう。 特にあの編集者とか文章の読むプロがね読んだらねあこの人朝井亮の影響を受けてるなーって朝井亮は一人でええねんとかっていうふな感じでね思われてしまういますよ。あとねあの初心者の方がこういう表現をまねするとなんか分かりにくくなる。 だって巨大な親鳥に温めてられてる卵の中ですよそれが「熱い」っていう描写なんですよそういうのをですねあの真似してしまうと自分の文章がすごい分かりにくくなるんですよね初心者の方が特に真似するとなのでですね浅いいいいい量は私はやめととた方がいいかなと思いますあと次にですねやめといた方がいいかなと思うのが三人称紙文章がうまくっても紙視点の作品というのはやめといた方がいいと思う あの例えば「ライトヌベル」とかやとたまにあるんですよ「七つの魔剣が支配する」がそれですね私七つの魔剣が「好き支配する好き」で全部読んでるんですけれどもあのヒット作やしすごい面白いねんけれどもなんていうのかなこうアニメっぽい空気感っていうのかなそういうのを狙って書いてあるんやと思うんですよでもねこれをですね初心者がするとわけ分からへんようになる誰が何言ってるのかわけ分からなくなるんですよこれねあの2巻の初めの方なんですけれども 軽く肩を叩こうと伸ばされた余人の手をビートが敏感に反応して飛び受けるガイは「ーとため息をついて席に腰を下ろした。 これ神視点なんですよ、わかるガイっていう男の子がですね、ビートっていう友達にですね肩をね、こうペンペンと叩こうとしたら、そのビートがですね、飛びのいたんですよで、ガイはその、ハートため息をついて席に腰を下ろしたんですよこれわかる視点が神、神様が見下ろしてるみたいにビートが、ガイはっていう風に二人の行動を書いてるわけじゃないですか こういう書き方を紙視点と言って、初心者の方が紙視点で書くとね、あのわけが分からなくなるんですよ。あのー、すごい上手な方だけが描けるやり方です。紙視点が初心者には難しいっていうのはちょっと説明いるかな。 他の動画でも紹介したことあんねんけれども今の流行りはね一元視点なんですよウェブ小説小説家になろうのウェブ小説なんかほとんどもう一元視点やないですか読者さんたちは主人公に視点が固定されているそういうキャラクターとの距離感が近い読んでる人自身が主人公になって小説の中で活躍できるようなそういう小説がね今売れてます そういうい中で紙視点で書くっていうのはほんま相当の技量が必要なんですよ今ね例に出した「七つの魔剣が支配するもそうやし魔法科学校の劣等生とかもあれも紙視点ですアニメみたいにお話を眺めているっていうんですかね俯瞰してるイメージで情景を書くそうすることによってアニメを見てるようなワクワクする楽しみを読者さんに与えようとしてあるんやと思うんですよ一元視点と比べるとキャラクターと読者の間にちょっとね 距離感があるんです、ね、で、すねしやけれどもこれがヒットするっていうのはですね文章だけじゃなくてそれ以外の部分でもすごい工夫してあるはずなんですよ。多分ねアニメの絵コンテするみたいなレベルで計算して書いてあるはずです。よっぽど上手い人だけしかね ちょっとこの紙視点で読者さん面白がらせるのはちょっと難しいかなと思うんですよ。で写経っていうのはあくまで文章修行として初心者採用に取り組むようにあのおすすめしてるんであって紙視点の小説はねちょっと初心者さん向けじゃないんですね。避けてくれはった方がいいと思います。一一のの作品か人称一元の作品品か三元がおすすすめですねそれをまず基本として身につけてほしいですね。 次におすすめできないのはポルノ小説です。ポルノ小説の写経はあんまり信用がいいです。なんか若月さっき違うこと言ってたやん。あんたサービスシーン写経したって言ったやんって言わはるかもしれへんけれども、えっと、それは観音小説のサービスシーンを勉強したいからやったんであって、一般の小説書きたい人は写経せんようがいいんですよ。あの、観音小説ってジャンル小説。特殊なジャンルの小説です。そのジャンル特有のね、 テクニックみたいなのがジャンル小説にはあるんですよで、写経をしてしまうと観音小説でしか通用せえへんテクニックまでね移っちゃうからおすすめじゃないんですね なんでかっっていうととねちょっとあの例文を上げることちょっとこ YouTube でね観音小説の例文を上げることができひんねんけれども例えば観音小説やとサービスシーンでね今まで男の人の視点で書いてたのに突然女の人の視点になって行分けもせずまた男の人の感じ方を書いて次にまた女の人の感じ方を書いてみたいなね書き方をするんですよ。なんでそういう書き方をするかっていうとこれね両方の視点から書く方がエッチになるからなんですね。 これはね、一般文芸ではやらない。ライトネベルでもやらない。こんな視点の変更にあり方はね、ちょっとね、読みにくい、わかりにくい、お行儀が悪いって言われますね。全部が全部、そういう書き方じゃないねんけれども、そういう書き方してはる作家さん。せやな、えっ、ー、と、相川京先生なんかこの書き方ですね。えっ、ー、と、デスってるわけじゃなくてですね。<laughs> あの、こういう書き方、観音小説の方ではこういう書き方してはる作家さんもたくさんやります。でね、私はね、視点を固定してます。 で視点を固定して男女双方の感じ方を書くために男視点で書いた後で一行分けして女視点で書いてみたいな感じの書き方視点変更を頻繁に入れてるんですよこれも関の小説独特の書き方かもしれへんけれども一応私は視点は固定してるでねなんで私がそういう書き方したかっていうとあの告白書記私はこんなエッチなことをしましたっていうね告白書記書いてたんですよで私はこんな… 体験ししました。なので私視点に固定されてるんですよ。それでその視点を固定した書き方が慣れてたっていうのも一つと一番初めにそのナポレオン WX ノベルスの担当になってくれはった編集長が若槻さんのこの書き方は大変いいですねっていうふうに褒めてくれはって視点をね頻繁に変更する書き方もあるけれどもそれはねちょっとやめとこうね。 みたいななこと言はってなんでかっていうとジ分ブナイルポルノっていうジャンル自身がナポレオンとか美少女文庫が目指してた方向性っていうのがいわゆるそのライトノベルとかそっち系だったんですね同人小説とかいわゆるその大人向けの観音小説ではない感じのなのであの美少女文庫はね大体いい視点が統一されてるはずです。 んとまあこれも編集者の考え方とかいいろろ反映されてしまいまますね、まあ大人のね観音小説のテクニックを勉強するのもそれはそれでいいねんけれどもライトノベルを読んでる読者さんに読ませたいっていうふうな感覚で美少女文庫作ってあるしジューブナル・ポルノは、まあ、エロゲノベライズを読んである読者さんに読ませたいっていうふうに考えて作らはったわけでそういうね特殊じゃない書き方っていうのかな。 そういう観音小説独特のやり方はあえて排除してライトノベルに寄せる一般小説に寄せる書き方を推奨してはったわけなんですよ私もねあの一般小説の書き方っていうんですか特別その観音小説っぽい書き方をしにひんことによって他のジャンルに進出することができたんやと思います私ポルノだけじゃのうていっぱい書いてるんですよ時代小説も SF も小説の書き方本もライトノベルももうほんまありとあらゆるジャンルを書いてますそれができたのは もうう基本をきちっっととやたからやと思うんですよね特殊じゃない書き方を意識してほしいんですよせやからねたとえあなたが観音小説書きたいな思てはっても写経するのは一般的なジャンルの作品から選びましょうでね私のおすすめ2つあげますスクラップビルドこれねあの肌圭介うんと芥川賞受賞作です カーテンと窓枠の間から漏れ入る明かりは白い掛け布団は頭までずり上げたケントは暗闇の中で大きなくしゃみをした今年から花粉症を発症した六畳間のドアや通風口も閉めていたのにスギ花粉は侵入し体に過剰な免疫反応を起こさせている。 これ検討視点で書かれてるんですよで文章にねあの過剰な比喩表現がなくってすごい読みやすい文章っていうのは来れば来ることもできるんですけれども来らなくてもこのね肌形式の何がすごいってみんなが知ってる当然の言葉 当たり前の言葉、おしゃれな言葉とかを使わずに、すごいな文学的なことを書いてるんですよ。描写してるのは本当に、なんか主人公が朝起きて、赤本性になって、なんか鼻がズルズルして気持ち悪いわーって、そういうシーンやねんけれども、あの、ただ単にそういう何でもない情景描写が書いてあるわけじゃなくて、これ介護小説なんですよ。老人介護をしてる青年の話なんですよ。この後、おじいちゃんは毎日こんな気分でベッドの中にいはるんや っていう,ふうな主人公がが思い出すことにつながってくるんですよ。あの主人公はすっごい健康で腕立て伏せとか一生懸命筋トレガンガンやってんねんけれどもそういうね花粉症とかそういうそういうところからですねあのおじいちゃんの気持ちがわかるように書いてあるほんまに何でもない部分なんですよそれがですねちゃんと伏線として生きてくるこれはやっぱりさすがの芥川少女小作ですね。なのでですね、私ね、私 スクラップビルドおすすすめです <laughs> あともう一つねいいな思ってるのがですねコンビニ人間村田さやか長これも芥川少女小作ですね私はたまに電卓でその日から過ぎた時間を数えてみることがあるスマイルマートヒーロー町駅前店は一日も休むことなく明かりを灯したまま開店し続けている先日お店は19回目の5月1日を迎え あれから15万7800時間が経過した私は36歳になりお店も店員としての私も18歳になったあの日研修で一緒に学んだ店員はもう一人も残っていない店長も8人目だ これね私視点でで書かれてるんですねあの私が見たことだけを書かれてるんです。これもね本当簡単な言葉で書いてあって何も本当に難しい言葉書かれてないじゃないですか単なる状況説明じゃないですか。しやけどこれねこの主人公なんかねやったら数字に細かいななんか普通と違うなこの人 って読者さんにに思わせる仕掛けになっていますこの主人公はおそらくその発達障害なんですね生きづらさを抱えてる主人公で何をやってもうまくいかないけれどもコンビニの仕事だけはコンビニのマニュアルその通りにやればいいので主人公もできるコンビニの仕事がすっごい楽しいっていうその実は発達障害なんだ数字にこだわる子なんだ決められたことはきちっとできるけれども応用を利かすとかそういうことが ちょっと難しいタイプの子なんだっていうのを主人公なんだっていうのをこの 本当に何か数字をダーと書いてあるだけのこの文章で説明してるっていうか読者さんに伝えてるんですよねこういうテクニックはやっぱさすがにも純文学ですね羽田先生も村田先生も個性的な言葉あの特徴的な比喩とか使ってないですでもね作品の中で伝えなあかんことを分かりやすい言葉でちゃんと読者に伝えるようにしてはるこれがねやっぱりうまい文章文学的な文章やと私は思ってますなんか難しい言葉書きたがらはる人ね 言いいるんやけれども難しい言葉な分かりやすい言葉で読者さんに伝えるのが私は文章が上手い人やと思ってるんですよなのでですね私は村田先生と羽田先生の小説を写経本としておすすめしていますすごい猫が鳴いてます <laughs> いや写経なんてめんどくさいわ思うはると思うんですけれどもあの私もね写経なんてめんどくさいわ思ってたんで気持ちすごい分かるんですよだから初めはですね ちょっとうまいな心理描写うまいなと思ったね文章ちょっとだけ創作ノートに書き写すちょっとでいいね本当に2行とかでもいいので気の利いた表現とかちょっとうまいこと書いてあるなみたいな文章ですね書き写すそんなんでもいいし私みたいにサービスシーンだけをねいくつも書き写してもいいしやり方はいろいろあると思う気楽にやってみはったらどうかな ほんんまに効果的ななでいいいいろいろやってくれはたらいいと思うな今純文学からしか紹介してへんけれども社協のおすすめはね皆さんがねこの本好き私この本の作家さんみたいな小説書きたいっていうやつのマネから始めてみはったらいいと思うまああの向き不向きはあんねんけれどもほんとやっぱり一冊ね丸々写すとすごい上達するほんまよそやからねい,かいろいろやってみはたかった